ジェレミー・ロバート・ヘリクソンは、アメリカ合衆国アイオワ州デモイン出身の元プロ野球選手。右投右打ち。愛称は名字をもじったヘルボーイ、ヘリー。タンパベイレイズでの現役時代2005年の MLB ドラフト4巡目で、タンパベイデビルレイズから指名を受け、プロ入り。契約後、傘下のアパラチアンリーグのルーキー級、プリンストンデビルレイズでプロデビュー。4試合に登板して、防御率 6.00 だった。2006年は A-9 ハドソンバレーレネゲーズでプレーし、15試合に登板して4勝3敗、防御率 2.43、96奪三振を記録した。2007年は A 級コロンバスキャットフィッシュでプレーし、21試合に先発登板して13勝2敗、防御率 2.67、106奪三振を記録した。2008年は A 級ベロビーチデビルレイズで開幕を迎え、14試合に先発登板。7勝1敗、防御率 2.00、79奪三振と好投し、6月に AA 級モンゴメリービスケッツへ昇格。AA 級モンゴメリーでは13試合に先発登板して4勝4敗、防御率 3.94、83奪三振を記録した。2009年は AA 級モンゴメリーで開幕を迎え、11試合に先発登板して3勝1敗、防御率 2.38、62奪三振を記録した。7月にトリプル A 級ダーラムブルズへ昇格。トリプル A 級ダーラムでは9試合に先発登板して6勝1敗、防御率 2.51、70奪三振を記録した。オフの11月19日にレイズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2010年3月3日にレイズと1年契約に合意し、3月16日にトリプル A 級ダーラムへ移動した。トリプル A 級ダーラムでは21試合に登板して12勝3敗、防御率 2.68 と好投した。7月にはオールスターフューチャーズゲームでアメリカ合衆国選抜に選出された。8月2日にメジャーへ初昇格し、同日のミネソタツインズ戦で先発起用されメジャーデビュー。7回を3安打2失点6奪三振に抑え、メジャー初勝利を挙げた。昇格後3連勝をするなど好投を続けたが、8月20日のオークランドアスレチックス戦で勝ち負けこそつかなかったものの3失点を喫した。ジェフ・ニーマンやウェイド・デービスが故障者リストから復帰したこともあり、翌21日に A 級シャーロット・ストーン・クラブズへ降格。その後、ロースターが拡大した9月1日にメジャーへ再昇格。その後はリリーフとして6試合で起用されたが、ブローンセーブを記録するなど、結果を残せないままシーズンを終了した。この年メジャーでは10試合に登板して4勝0敗、防御率 3.47、33奪三振を記録した。また、マイナーリーグでの活躍が評価され、ベースボールアメリカマイナーリーグ年間最優秀選手賞や USA トゥデイマイナーリーグ年間最優秀選手賞を受賞した。2011年は開幕からローテーションを守り、29試合に登板、13勝10敗、防御率 2.95、117奪三振を記録した。チームはテキサスレンジャーズとの地区シリーズに勝ち進み、ヘリクソンはロースター入りを果たした。1勝3敗で迎えた10月4日の第4戦に先発起用されたが、4回を投げ4安打。3失点3本塁打の乱調で敗戦投手となり、チームは敗退した。オフの10月21日に新人王を獲得した。2012年は開幕から好投を続けていたが、6月19日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。6月30日に復帰。最終戦となった10月3日のボルチモアオリオールズ戦で10勝目を挙げ、2年連続の2桁勝利を記録した。この年は31試合に登板して10勝11敗、防御率 3.10、124奪三振を記録した。オフの10月30日にゴールドグラブ賞を受賞した。2013年は開幕から5月末までの11試合で2勝2敗と、なかなか勝ち星を挙げられなかったが、6月からは順調に勝ち星を積み重ね、最終的に32試合の登板で12勝を挙げ、3年連続の2桁勝利を挙げた。防御率は自己最低の 5.17 だった。チームはワイルドカードゲームに進出したが、先発のヘリクソンはロースター外となった。レイズはボストンレッドソックスとの地区シリーズへ駒を進めたため、10月4日にロースター入りした。1勝3敗で迎えた10月8日の第4戦で先発起用され、1回を三者凡退に抑えたが、2回表に2つの四球とダニエル・ナバに安打を打たれ、満塁のピンチを招き降板した。後続のジェイミー・ライトが無失点に抑えたものの、チームは試合に負け、シーズンは終了した。2014年1月17日に、レイズと$362万5,000出来高の1年契約に合意した。2月3日に右肘の関節強化手術を行ったため、開幕後6週間から8週間リハビリに費やすこととなった。3月30日に15日間の故障者リスト入りし、7月7日に故障者リストから外れた。翌8日のコロラドロッキーズ戦で復帰し、4.1 回を6安打1失点に抑えたが、勝ち負けはつかなかった。7月13日に A 級シャーロットへ降格。A 級シャーロットで1試合に登板後、AAA 級ダーラムへ昇格。5試合に登板し、1勝4敗、防御率 7.23 と打ち込まれたが、右の先発が不足しているチーム事情から7月26日にメジャーへ再昇格した。シーズン終了までローテーションを守ったが、この年は13試合の登板で1勝5敗、防御率 4.52 だった。2014年11月14日に、アンドリュー・ベラスケス、ジャスティン・ウィリアムズとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2015年1月16日にダイヤモンドバックスと$427万5,000の1年契約に合意。開幕から先発ローテーションを守っていたが、8月20日に左ハムストリングの故障で15日間の故障者リスト入りした。9月11日に故障者リストから外れ、復帰後は4試合に登板したが、4連敗を喫している。この年は27試合に登板して9勝12敗、防御率 4.62 だった。フィラデルフィア・フィリーズでの現役時代2015年11月14日に、サム・マクウィリアムズとのトレードで、フィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。2016年は32試合に登板し、チーム最多の12勝を挙げ、防御率は 3.71 だった。球団は1年$1,720万のクオリファイングオファーを提示し、11月14日にこれを受け入れた。2017年は移籍までに20試合に先発したが、6勝5敗、防御率 4.73 と投球内容は芳しくなかった。ボルチモア・オリオールズでの現役時代2017年7月29日に、近堅手、ギャレット・クリービンガーとのトレードでオリオールズへ移籍した。移籍後は10試合に先発したが、2勝6敗、防御率 6.97 と、移籍前よりも打ち込まれた。オフの11月2日に FA となった。2018年3月17日に、ワシントンナショナルズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は、参加のAAA級シラキュースチーフスで迎えたが、4月16日に、メジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。メジャー昇格後は19試合に投げ、5勝3敗、防御率 3.45、ホイップ 1.07 と、前年と比較すると調子を立て直したシーズンとなった。オフの10月29日に FA となった。2019年2月6日にナショナルズと1年$130万で再契約した。オフの10月31日にFA となった。2020年2月14日に現役引退を発表した。投球全体の約 40% が平均球速時速 145km のフォーシームで、変化球では平均球速時速 130km のチェンジアップが最も多く約 20% 以上を占める。その他には平均球速時速 122km のカーブ、平均球速時速 143km のツーシームを投げる。また、持ち球には平均球速時速 143km のカッターもあるが、2014年を最後に投げなくなり、代わりに2015年から平均球速時速 129km という遅いシンカーを投げるようになった。ありがとうございます。